い、皆さんこんにちは、クーガです。今回なんですけれども、毎週金曜日に行います視聴者様の写真をレタッチする企画でございます。で、今回は、マサヤさんを、こちら選ばせていただきまして、レタッチすることになりました。お写真5枚ほどいただいて、縦写真がいいかなと思って、こちらの写真、ちょっと羨ましいぐらいの雨の日の、アジサイだったので、今回はこちらを動画内で、レタッチさせていただきたいかなと思います。概要欄にマサヤさんの、リンクですね、インスタグラムとツイッターのリンクを貼っておりますので、そちら見ていただけるといいかなと思います。はい、で今回全く、下見っていうか、レタッチせずに、ぶっつけ本番でやりたいなと思って、今写真開いているんですけれども、最初に、写真の分析をしながらやっていこうかなと思います。今回は ISO500 で撮って 85mm ですね、 F4.0、結構ねこの開放で撮ってどれくらいになったかと、どれくらいで撮ったかとか結構大事になってくるので、最初にね、この辺とか見ながらやっていきたいですね。で、カメラは何使ってるのかな、わかんないけど、とりあえずレンズは何なんだろう、キャノンですね。じゃあ多分キャノン使ってるんですかね。キャノンの EF85mmF1.8、いいレンズですね。じゃあこちらのレンズで、だいたい絞りが F4、結構周りのディテールとかも意識されて撮られたのかなと思います。雨のね水滴とかにもピントが合ってるのですごく綺麗な写真ですね。じゃあ今回は、こちらの写真を早速レタッチしていくんですけれども、ボケ感とかはあんまり意識せずに、逆にこのピントが当たってるところのディテールを意識しながら、かといってねパキッとしすぎずに柔らかい感じも出していけたらいいかなと、思います。はい、じゃあ早速やっていきます。今回は Adobe 標準でやっていきたいかなと思います。はい、じゃあスタートです。そうですね、どうしようかな。まあ、とりあえず、コントラスト最初から落としていこうかなと思います。まあ、RGB カーブ、トーンカーブともに曲げていきますので、最初から落としていくって感じですね。で、今回は、周りのディテールを結構気にしながらいくので、あまり、ポートレートっていう感じのそのマイナス100とかでいくんではなくて、マイナス40ぐらいの高めから撮っていこうかなと思います。で、そうですね、全体的に色かぶりが今回なく、どちらかといえばグリーン側の色かぶりなので、少しだけレッドを強めに、いつもより強めにしていこうかなと思います。どうしようかな、この辺かな。ちょっとね、今高画質配信してるので、配信というか高画質録画してるので、かなりね PC が重くなって CPU に負荷かけている状態なので、少し格付きありますけど、まあ許容範囲なので、お目に見ていただけるといいかなと思います。点の取り方は普段と同じように取っていくんですけれども、今回注意したいのはやっぱブラシとかその辺ですね。はい、で、とりあえず、色を抜きつつ、ロコリを上げながら見てあげるとすごいわかりやすいかなと思うので、綺麗になってるんじゃないですかね。ちょっとね、白を出したい。今回はイエローをそんなに出したくないので、どちらかといえばね、寒色気味にしていきたいつもりです。このハイライトもあんまりブルーを落としすぎないように。ちょっとね、この辺もね、点が取れちゃうんだよね。ただここでハイライトに青が乗りすぎると、色ムラがもう気になりすぎちゃうので、その辺は気をつけながら打った方がいいかな。この辺ですね。このハイライトの上部の部分が一番明るいところに結構、直結したりするので、その辺もちょっと注意しながらって感じですかね。ちょっとブルーのシャドウが強いですかね。アップデートでこういう風に、見やすくなったので、この辺とかね、問題なく確認してあげられるかなと。いい感じですかね。いい感じにブルーが残ってる感じですかね。ちょっとハイライト落としてもいいかも。おいっと。よいしょ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 。ね。はい。で、これで今、グリーン、レッド、ブルー、グリーン、レッド、ブルー、レッド、グリーン、ブルーの、色は終わりですかね。
トーンカーブで RGB カーブで、コントラストとかの調整をある程度してから、基本音声に移ろうかなと思います。この辺の順番はね、一通り、やりやすい方でもやりやすい方を選ばれていただいていいかなと思います。トーン落としちゃうと今回この適切、ちょい横録音量で撮ってもらってるのはもったいないので、上部のハイライトは落とさずに、シャドウ部分を少し上げてコントラストをつけやすくしてあげます。中間でで、中間域を、少し持ち上げてあげて、ハイライト部分は飛ばないように気をつけた方がいいかな。で、ある程度これくらい明るくなっても基本音声でできるので割と攻めて、いいかなと思います。で、意識はやっぱりこの真ん中を持ち上げることですね。で、この時に無理して曲げすぎると、コントラスト強くなってしまうので、基本音声で補えるぐらいの、曲げ方にしておけばいいかなと思います。で、ハイライトなんですけど、辛さのディテールが見えるところぐらいまで、見えるところと見えないところのギリギリの境目ぐらいですかね。白レベルを上げる場合は、まあ、この辺もっと下げてもいいと思うんですけれども、白レベルも下げるつもりなので、そんなに無理しなくていいかなと思います。で、少しシャドウ部分の黒つぶれがあるので髪の毛のところとかですね、こんな感じで少し持ち上げていいかなと思います。いい感じですね。結構パキッと明るい、クリアな感じになっているのではないかなと思います。で、これからちょっと、雨の日です。雨の日って想像以上にこの色彩が豊かっていうか色が、くっきり出やすいので、最初にこちらのサイドをマイナスにしてから他の場所に行きたいかなと思います。そうですね、自然なサイドよりも自分はこっちの普通のサイドを少し下げて、あとのサイドの調整は HSL カラーとかキャリブレーションでやることが多いかなと思います。はい、じゃあ HSL カラーに移ります。まずレッドなんですけれども、今回そんな色がないですね。強いて言うなら顔の影とか肌のところになってるんですけれども、結構ねソニーとかと違ってキャノンの肌の色味っていうのは、結構自然な、色味っていうか、割と赤みがかりにくいので、イエローによってる分調整しやすいのかなっていうのはあります。で、オレンジなんですけれども、今回ねこちらの木の色と、できるだけ重ねたくないっていうのがあるので、あまりイエロー側に寄せずちょっと遠ざける意味でマイナス5ぐらい、しておこうかなと思います。で、イエローグリーンなんですけれども、もうぶっちゃけ色味変えなくていいですね。もう個人的にはもうすでに好きな色味なので、変えなくていいかなと思います。グリーンも変えなくていいかなと思います。で、アクアとブルー、おーガタガタ言ってる、雨がすごい。自分福岡住んでるんですけどすごいですね、今ちょっと雨が本当にちょっと悲惨なことになってきそうなので怖いですね。こうなってるんですけど。で、そうですね、個人的にはこれを大体いつもこうこっち側の色に寄せていくんですけれども、ここで寄せるよりもね、こちらのキャリブレーションとかで寄せたい場合寄せた方が綺麗になるので、あとこのアジサイの色味を崩したくないって意味でもあんまり右に持っていかずに、逆にねちょっと今回はパープル側に少し寄せて、アクアの色味はブルー側に寄せずに行こうかなと思います。で、パープルの色味も今回あるんですけれども、これこんな感じブーで押しちゃうとせっかく色が分かれてるのはもったいなくなっちゃうので、傘の部分のフリンジとか見ながら、ある程度アップにしてもそんなに違和感ないなと思うのであれば、ちょっと右側に寄せてもいいかなと思います。この辺もですね。で、サイドなんですけど、まあ、レッドがこの背景のこれ何なんだろう、この辺がなんかちょっと赤いんですよね。これをちょっとマイナスに邪魔なのでしてあげようかなと思います。で、唇の色とかは、まあ、別に後で調整もしてあげられるので、いいかなと思います。オレンジも少しだけマイナスで、全体的に僕はここで色を抜く作業を多くなって、サイドは後から、まとめてキャリブレーションを使って足します。で、緑が綺麗なので今回はそんなにサイド抜きすぎたくないですね。ブルーとかアクアも、そんなに抜かなくていいかなと思います。ちょっとこの辺の、ブルーが強いので、やっぱ雨の日ってこういうサイドが出やすいので、ここだけマイナス10にしてかな。で、パープルとかこの辺も、まあ、マイナスにしなくてもいいのかなと思います。はい。で、輝度なんですけれども、ちょっとね、パープルのところは上げておきたいかな。ちょっと暗いですね。で、肌のところは今回はもうほぼ上げなくていいです。上げるとしてもほんの少し、ちょっと明るくしてあげる程度、目立たせる。被写体さんを際立たせる程度とかで。で、ブルーのところもこれ影が残ってるので、少しだけ上げてあげたいですね。上げすぎるとこの綺麗なスカートの色がどっかに行っちゃうので、まあ10ぐらいでいいんですかね。この辺もアクアはちょっと下げますか。今回ちょっとディテールが残しやすいのでこっちのが、そうですね、これも上げた方が邪魔にならなさそうですね。
いい感じに色味はできてきてるのかなと思います。キャリブレーションなんですけれども、今回色かぶりがほとんどないっていうのと、あったとしてもちょっとの、なんだっけ、グリーン側なので、まあ、右側に寄せたい人は寄せる、でこんな感じでちょっとパープル側に寄せるレッチにするか、もっとねグリーン側に寄せて、まあでもね自分はこれちょっとグリーン側に寄せると、この肌の部分のシャドウっていうのが、ちょっとね、濁っちゃうので、こういう、左に寄せ方するのであれば、最初からこういう HSL とかで、それを予期したね、設定とか、調整をしていった方がいいかなと思います。今回は全くこれ触る予定がなかったので、まあ触らずに、やっていいかなと思います。で最初に言ったように、ブルーをちょっとだけ左に持っていきたいんですけれども、こういう雨の日のグリーンが、目立つ写真っていうのは、どちらかというとこのブルーを中心に左に曲げる、よりかは、こちらのグリーンをね、右側に寄せる色味の動かし方の方が僕は好きですね。なので、まあ、レッドはだいたい30とか35ぐらいまでしか上げれないと、思うんですよ。その自分の動画見ていただいている方にはもうすでにこの辺理解を及んでるかもしれないんですけれども、これね35以上上げすぎるってことがあまりないってことを考慮しながら、ちょっとだけね先にこちら、グリーンを、中間待機っていうか、プラス50ぐらい、置いといて、色味いいなとか思いつつ、で先にこちらレッドをね、右に持ってきてあげる。でこれで、ちょっとね、しっとりすぎちゃった部分のグリーンをもう一回イエロー側に戻してあげるんですよね。こんな感じで今極端にやってますけど、でこれを 30g で寄せてあげたら、さらにねもうちょっと 色の変化を加えたいっていう時に、まあ、最後に今回はブルーを左に持ってって、こんな感じで、色を、まあ、ティール系のブルー、そうですね、水色系の色と、ちょっとねオレンジを、マゼンタ側に寄るような色の動きですね、これを少しだけ右にも左に持ってくるとか、その程度の調整でいいのかなと思います。でも、別にこれ曲げなくていいです、曲げなくていいというか、左に持ってこなくてもいいです、右にプラス10ぐらいしておいて、さらにねこちらのグリーンを右に持ってくるとか、そういう動かし方でもいいのかなと思います。今回は60ぐらいで、そうですね60、もっと持っていきたいけど、どうしようかな、70ぐらいにしますかね。70ぐらいにして、ブルーは、あんまりキャリブレーションこれ左に持ってきすぎると汚くなっちゃうので、プラスマイナス5、マイナス5ぐらいですね。で、肌の色味とか、この辺は好みでいいかなと思います。ただね、あんまり、自然な色味を意識したいなって方は、あんまりこれを、左に持っていきすぎると危険なので、注意した方がいいかなっていう感じですね。で、キャリブレーションを動かすと、ある程度その、ディテールとかサイドとか変わったりするので、ここでね大事に大事に、サイドの調整を行っていきたいです。で今回は、やっぱりねこちらのレッドのサイド上げちゃうと、もう元々写真のサイドが強いので、サイドが元々強いところが強くなっちゃう。あとは影の部分とかですね、肌の影の部分とか草の影の部分っていうのが色が強くなります。元々サイドが強いので、間違った。なので、まあ大体、他の動画でも言ってるように、ブルーのサイド、全体的にサイドが上がるブルーのサイドを上げてあげて、逆にもともとサイドが強いような影の部分のサイドを、マイナスにしてあげる感じですね。がっつりやっちゃっていいかなと思います。で、ブルーもがっつり上げてもいいかなと思います。これでサイドは、かなり、鮮やかな感じになるんですけども、結構ね、違和感のないぐらいのサイドの上がり方になるかなと思います。個人的にはね、このグリーンも少し上げてあげるのがいいかなと思うんですけど、どうですか？こんな感じですね。結構クリアな感じかなと思います。キャリブレーション使うのと使わないのじゃ、ほんの少しの違いなんですけれども、ディテールの違いと、なんていうんだ、サイドの違いだけじゃなくて、ディテールの違いとかもね、出るのかなというふうに思います。で、今回はちょっと寒色にしたいかなと思ったので、こういう冷たい感じにしてます。で、追い打ちで、こちらですね、最近メアンビジロースで使うことも少なかったんですけれども、しっかり使っていきたいなと思います。バランスは今回70ぐらいで取って、そうですね、ハイライトのサイドを2、3ぐらい先に調整してあげます。まあ2とかでいいと思います。バランスで、こちらをどうしようかな、パープル側でもいいんだけど、ちょっとサイド高めに取ってみますか。そうですね、今回は太陽の色使わずにブルー側ですね、ちょっとパープル寄りの240ぐらいをほんの少しだけほんのり足してあげて、で一旦こちらシャドウを見る。でシャドウの時っていうのはプラス3、プラス70ぐらいの時っていうのは、自分はそうですね、15から25とか、まあ、30、いって30ぐらいの、サイドを取ったりします。で今回はまあ大体20ぐらいで
様子を見たいんですけれども、高めにとって色が分かりやすいように、してあげたいかなと思います。で、今回ハイライトがこの辺の色ですね、240ぐらいの色になってるんですけれども、同じ色重ねて全然いいと思います。ただちょっとね、こちらの、雨のしっとり感をもっと出すために、草と色を被らせてあげるって意味で、ちょっとだけグリーン側に色を寄せてあげた方がいいかなと思って、ちょっとグリーン側ですね、グリーン側のブルー、まあ、大体190とかそんなもんでいいかな。で、最初言ったようにこの時にサイドが20ぐらいで取ると言ったので、見やすいように25とか30に高めに取っただけなので、こう下げてあげるって感じですかね。で、この時に肌の色のグリーンとか残らないかって思うと思うんですけれども、この辺もね、サイドつきすぎを警戒していればそんなことはないのかなと思います。こちらのね、キャリブレーションの色かぶり補正っていうのは結構強力に色が動いてしまうので、まあ、ある程度色を調整できる目安別色補正とかを使っていくと安定するのかなと思います。で、あるとなしでほんの少しの違いがあります。これぐらいの。で、この辺はまあ好みかなと思います。ちょっと暖色っぽい方がいいのであれば、こんな感じで、少し寒色っぽいっていうか、パープル気味な写真にしたいのであれば、こんな感じで、冷たい感じにしたって感じですね。せっかくなので、今回はブラシとかも、しっかり行っていきたいんですけれども、懸念点としては、この明るい場所の、なんて言うんだろう。白飛びではないですけど、明るすぎて見えない、せっかくのディテールが見えないっていうので、がちょっと、不安、不安じゃないな、なんて言うんだっけ気に食わない、気に食わないとこなんで、ちょっと暗めにして、上部もですね、上部を暗めにして、で、この時に、暗めにしてこう黒レベルを、下げるのはいいんですけれども、この時に暗い部分をあんまり暗くしすぎちゃうと、こう色の黒つぶれができちゃうんですよ。なので、この時に最近やっているキドマスクですね、第2章から説明を開始したキドマスクを使って黒い部分、暗い部分の適用を覗いてあげる、こんな感じで。で、明るい部分の露光量だけ下げてあげる。ただ、この、なんて言うんだろう、適用量を、明るいところまで持っていきすぎると、せっかく黒レベルとかね、エクスポージャーってなんだっけ、露光量を、下げた時のディテールの残り方が全く消えてしまうので、ギリギリ一番暗いところに近いところだけを覗いてあげればいいのかなというふうに思います。で、この辺は適用量とかは、これ見ながらどれくらいかけようかなみたいな決めてあげればいいかなと思います。自分は40とか、35くらい取ることが多いですね。で、このまま、複製せずに、あ、見ちゃった、もう一個ね、下にも、黒レベルをかけていきたいんですけど、マイナス10くらいかな。まあ、この後にも円形フィルターとか使うので、そんなにがっつり、少しずつかけていくのがいいかなと思います。うん、黒レベル、ここはいい感じになってますね。こっち側をキドマスク使いますかね。こっち側をキドマスク使って、ほんの少しだけ暗い部分を覗いてあげて、どこだったっけ、はい、どこだっけ、ね、じゃあね、これか、これのブラシ取って、で、消去ツールで顔の部分とかの暗さがちょっと出ちゃってるので、流量、59ぐらいちょうどいいですね。いや、100でいい。この辺の暗くなりすぎてる部分は、ブラシで消してあげればいいかなと思います。で、円形フィルターでちょっとシャープを、被写体さんにかけてあげたいんですけれども、反転させてかける場所を先に確認してあげてください。だいたいこの辺ですね、今かかってるのが。で、ここにシャープをちょっとかけてあげて、今回は、基本補正というか、こっち側のシャープとかの補正は行わないので、このままシャープをかけるんですけれども、結構強めに35ぐらい。で、ぼかしは入れていいんですけど、で、ここから、さらにピントが合ってる場所ですね、最初説明したように、結構 F4 で撮ってたかな、絞り4で撮ってたので、結構ピントが、この辺まで合ってるってことで、追ってこの辺の、草とかピントが合ってる、あと雨のこの水滴とかの場所に、ベッドで、かけてあげればいいかなと思います。いい感じですね。ちょっとサイドが高いので、自然なサイドをほんの少しだけ
で、テクスチャと、明瞭度は自分は下げる方が好きなので、ある程度下げてこの雨のモヤモヤ感を出してあげたら、いいのかなと思います。で、被写体さんにちょっとだけこのモヤモヤ感っていうのを、取り除いてあげたいので、20ぐらいまでテクスチャと明瞭度下げてあげたら、まあ大体88ぐらいですかね、88とかなもんですかね。これを被写体さんと傘に、かけてあげたらもう完成ですね。ちょっと柔らかい感じだ。で、これでもサイド強いなと思ったらもうグリーンのサイドマイナスするだけ、もしくはさっきやったキャリブレーションのサイド、これをマイナスにするか、まあ別にブルーでもいいと思うんですけど、グリーンやってきますか。これでいいですね、完成かなと、思います。あとはまあお好みで粒子とか使っていただいてもいいんですけれども、かなりクリアな、いいレンズっていうのもあって、ちょっと粒子を使うのはもったいないかなということで、使わないって感じでいきます。はい、いいかな。さあどうでしょうか。色味的には結構しっとり、寒色系にしたのと、ちょっとこのハイライトに、バイオレット系の色を乗せて、ちょっと変わった色味にしたって感じですね。このアジサイをイメージして、バイオレット系の色を乗せたって感じですね。そうですね、いい感じになったかなと思います。雨もしっかり見えてますし、はい、いいですね。はい、今回の動画は以上となります。まさやさんの、インスタグラムとツイッターのリンクは概要欄に貼っておりますので、ぜひお写真見たい方はそちら飛んでいただければいいかなと思います。で、土曜日に、もう一度、次の金曜日のアンケート、こちらの企画参加したい方のアンケートを質問箱で行いますので、参加したい方は、お願いしますとか、やりたいですみたいな感じで、気軽に声を飛ばしていただければいいかなと思います。お声をかけさせていただいて1日以内にお返信がなかった場合っていうのは、他の人に、他の人を選ばせていただくことになりますので、その辺はご了承いただき、いただけると嬉しいかなと思います。あとはですね、被写体さんに一応許可を取っていただけるといいかなと思います。スキンレタッチとかは行わないんですけれども、ちょっとね自分嫌だよっていう被写体さんの方もいたりすると思うので、一応、その被写体さんにも声をかけていただけると、いいかなと思います。次回の動画は明日になります。明日はポートレートのレタッチもう一回、がっつりやっていくので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。